新大分発電所は、大分県大分市大和沢大崎4-1にある、九州電力の天然ガス火力発電所である。九州電力で最大の火力発電所である。約280万キロワットの発電量は、大分県内での電力消費量の約2倍にあたる。大野川右岸川口の埋め立て地に位置しており、対岸の一号地に、すでに同社の大分発電所が建設されていたため、 新大板発電所という名称となった。1991年6月に1号系列が運転を開始し、3号系列までが建設された。九州電力で初めて天然ガスコンバインドサイクル発電方式を採用した発電所で効率が高く、しかもガスタービン、排熱回収ボイラー、蒸気タービン、発電機を組み合わせた。 小容量のユニットを3から6台ずつグループとして運用するため、起動停止や出力の変化が早く、また、大容量でありながら、出力を絞っても効率の低下が少ないという特徴がある。1号系列は、熱効率向上のため、カスタービーンのリプレイス工事を2009年7月より実施している。これにより1、摂氏100度9から1。 接氏200度級に変更され、熱効率が46.3%に向上する予定である。当初、全軸のリプレイスが完了するのは2012年10月頃としていたが、福島第一原発事故の影響で、所有する原子力発電所が再稼働できず火力発電所の稼働率が上昇したため、2014年度に延期された。その後、原発再稼働の遅れに伴い、 2018年1月24日にようやく全軸のリプレイスが完了した。二号系列では利用工場の観点から増出力試験を行い定格出力を5万キロワット増加できることを確認。2016年10月3日に定格出力の変更を行った。なお、これによる設備改造等はない。他社で発生した蒸気タービンの振動による自動停止を踏まえ、 同系設計の蒸気タービンを使用している3号、系列第4軸は暫定対策工事を実施した。このため定格出力は暫定的に45.94万キロワットとなっている。2018年7月9日に高級対策が完了し、定格出力の48万キロワットに回復した。ありがとうございます。